らしいですけど、ちょっとトロピカルな感じのことなすぎじゃないかって言ったんだけど、アメリカンドリームって曲で一緒にコーラスで、原曲はリンダ・ロンシタットとなんかこうデュエットみたいな感じでやってるので、それっぽく出せたらいいかなキーなんですけど、キーはね、CI think you make it easy
次はあの今日ベースちょっとうるさいと木下さんがなんかあのアメリカ帰りアメリカもアラバマにずっと見えたっていうことですね。いや向こうもなんか嵐だし、ね、そうアラバマも嵐、日本も嵐だし明日はでまあアラバマにあの関連した曲なんかないかなと思ってまあ僕が知ってる曲はあのレイナンスキナルの「スイホームアラバマ」って曲なんでちょっとそれをやってみたいと思います。アラバマ帰る。どんな曲かっていうとあのニール・ヤングがねなんかアラバマのことをね、まあ、人種差別のあるひどい集団っていうことで散々こけんしたような歌があったらしくてまあ何を超えてるというような曲なんですけどまあうちらはうちらでしっかりやってるよとしっかりかどうかしないこれやってるあらニール・ヤングがアラバマのことをあのボロクソに言ってたけどだけどやつには教えてやりたいのに南部の人間にはお前なんかいなくても痛くも痒くもないぜってなんかそんなような曲でしたまあ13年の曲ではないんですけどまあベースダスあるんだよねフォレスト・ガンプに流れてたそうそうそう、うん、でねあのいつも例外してたんですけどこういうね南部の旗をねこれはアラバマの旗でしょアラバマの旗うん、あのなんか5席で出せないかなと買ったんですよ、380円でもね、3枚買わなきゃいけないんで3枚買ってね、うちのお母ちゃんと事務員さんにね、買ったんだけどねうちのお母ちゃんにね、これ他の柄ですけどあのこれプレゼントって言ったらね弁当でも積もうかなまたまたね、頭に巻いてやる歌うよこれまあこうやって持ってやってるんだけどまあこれ持ってやりますわ本当はね声が枯れてる枯れてる後ろに声かけてるからあらがまじゃあスイートラーマンのギターがいきますついていきます